サリウシスは、セネガルダカール出身のプロサッカー選手。セネガル代表。エースナンシー所属。ポジションは、ディフェンダー。2007年、ダイアンバーズ FC でキャリアをスタート。2010年、チームメイトのカラム・ボジと共に、ノルウェーのトロム・ソイルに移籍。5月5日のエケーブラン戦で移籍後初出場。当初は2年のレンタルでの加入で、2011年6月に、 完全移籍に行し2014年までの契約を結んだ。2013年8月にバランシェンヌ FC に移籍した。2017年7月1日にアンジェス CEO に移籍した。しかしアンジェでは出場機会を得られず、フルスバランシェンヌ FC への期限付き移籍を経て2019年9月に AS ナンシーに完全移籍2012年11月14日。 ニジェールとの親善試合に出場しセネガル代表デビュー。デビュー以降は代表から遠ざかり、2014年5月のコロンビア戦で約1年半ぶりに代表に選出された。2017年1月、ガボンで開催されたアフリカネーションズカップ2017に参加3戦目のアルジェリア戦に出場した。2018FIFA ワールドカップアフリカ予選では重要な役割を果たし、 2002年大会以来となるワールドカップ出場権獲得に貢献した。ワールドカップ本戦の登録メンバーにも選ばれたが、6月17日のトレーニング中に負傷してしまい、登録を抹消されてしまった。ありがとうございます。